優勝戦1号艇一式凌駕選手です。マ、ま、ザーウエスおめでとうございます。ありがとうございます準優、えー、は縦へのプレッシャーもありながら逃げての勝利でしたが、振り返ってどうですか？そうですね。隣の中島くんがまあ、あの心強いって言ったら心強いんですけど、あの隣見たらすごい眼差しで僕のこと見てたんで。はい、はい、すごいプレッシャーでした。はい、そしてここまでオール3連隊です。モーター57号機のそのパワー初日から十分感じれてますか？ そうですねちょっと感じすぎてて、怖いですね <laughs> ちょっと、はいえー、優勝戦に向けては、もう特に何もしないという形になりますかね <laughs> そうですね、指一本触れないように心がけてます。はい、そして、節間通して、スタートの見方いかかがですかやっぱり、レースになると、もう足がいい分届いてしまうんではい、もう用心しながら、毎節、一、まあ、い一そ,そ走ってます。はい分かりました デビュー初 V に大手もかかりました最後にファンの皆様にメッセージをお願いしますえっとちょっと今日はまあ、結果良かったんですけど中途半端で情けないレース内容だったんで明日はもう思い切ってはい走ることだけ意識して頑張ります応援よろしくお願いします優勝戦2号艇井上和樹選手です2場所連続優勝となりました優勝おめでとうございますはいありがとうございます準優勝戦逃げて勝利となりましたがここまでの船足どうでしょう足はえっとターン周りと出足がいいです 出足以外に優勝戦に向けて上積みしたい部分というのはうんまあ多分伸びがいい人には多分やられると思うんで、まあ、伸びつけたいんですけどうんまあちょっと明日気象条件とか見ながら、まあ、どっちに寄せていくかはちょっとまだ分かんないです、はい、そして今節スタートの見え方節感と通してどうでしょう初日からスタートは正直見えてないですねはい、はい それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いしますえっと琵琶湖大好きです、えー、最終日、えー、優勝戦しっかり走るので応援お願いします優勝戦三号艇香川壮太選手ですまずはデビュー初輸出おめでとうございますありがとうございます、えー、まずはデビュー初輸出決めた今の気持ちどうでしたかうん嬉しいですねはい。六 <laughs> コースからまくって勝った準優でしたが、はい、スタートから一マークまで思い通りにいきましたかそうですねスタ。 運動は絶対入ってるでいったんであとはなんとかなれって感じでしたねはい、はい、そしてモーター25号機ここまでの仕上がりどうでしょうなんかどっちに伸びに寄せてもバランス取ろうと思ってもそのうまいこと調整できるんでいいエンジンなんやなと思います、はい、そしてスタートの見え方切開通して地元選うでしょう今日ちょっと前半遅れたんですけど後半のために残してたんで 見えてるとは思いますそして優勝戦3号艇なんですけれどもチルトなどのセッティングは何か今考えてますでしょうかえっとはい秘密ではい、はい、分かりました <laughs> それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いしますえっと地元で優勝戦乗れたんで、あのー、ぜひ本場で応援してくださいお願いします 優勝戦4号艇中島修二選手です。琵琶湖は連続優ーとなりました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。準優勝戦2枠混戦から抜け出して2着でしたが、振り返ってどうでしたかえー？一式選手の足がすごすぎて、もうそれしかなんか印象にないです。はい、そしてモーター51号機の仕上がり、ここまで実感としていい部分というのはありますか。か、うんうーん悪くはないけど。 なんかもうちょっと欲しいなって感じはします。はい、特に欲しい部分ってありますか？うん、やっぱ優勝戦。ちょっとうん。枠にもよるんですけど、うん、直線求めるか、こうまっくり差しを決めるみたいな。こう出足関係をやるか、ちょっと考えます。はい。そして今節、地元戦でスタートの見え方はどうでしょう？うん、四コースダッシュやから多分、うん。遅れないと思います。はい。 前回優勝戦4号艇で優勝となりました地元で連続 V 同じカポックでかかっています最後にファンの皆様にメッセージお願いしますはい一生懸命頑張ります優勝戦5号艇広瀬敦也選手です地元戦でマザー輸出おめでとうございますありがとうございます久々の輸出となりました、えー、今の感想はどうですか、えー、嬉しいですはい。はい、準優勝戦、えー、2マーク差しから2着でした、はい、ここまでの仕上がりどうでしょううん、そうですねえっと日に日に 出足中心によくなってきてますはい、はい、そして今節スタートの見え方節つ通してどうでしょう <laughs> うんスタートそうですねうんまあいける範囲でいけまあそうですねあの危なくない程度にいいスタートはいけてるかなと思います、はいえー、優勝戦に向けて上積みしたい部分とはありますかうんそうですねまあベースこのままでえっとうん展開つける足に もうちょっとできたらいいかなと思います。はい、わかりました。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、えー。いつも応援ありがとうございます。えっと、しっかり。頑張るんで、応援、お願いします。優勝戦、六号艇、川野芽郁選手です。まずは輸出、おめでとうございます。ありがとうございます。えー、準優勝戦は、最優先から二着でしたが、振り返ってみて、どうでしたか。うん、だいぶあのレース差し良くなってきてると思います。はい。 その中で中間整備が入った48号機、ここまでの仕上がり、レーサー足以外にいいところというのはありますか中間整備は入ってないんですけど、ーはい、<laughs> レーサー足は、えー、っと昨日キャリアボディ変えてから、はい、あの徐々に良くなっていると思います、はい、そして、琵琶湖は久々なんですけれども、今節スタートの見え方、どうでしょう,うん。いや、結構難しいんですけど、まあ、ダッシュなんで、多分大丈夫だと思いますはい、そして優勝戦に向けてさらに上積みしたい部分というのはありますか。 うんまあもう少し展開つける足にできたらいいなと思います。はい。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。えっと連に絡めるように頑張りたいと思います。応援お願いします。